はい、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日はファイナルファンタジー14暁の帰還編第9回撮っていきたいと思います。だってね、もうこの動き励ますっていう動きなんですけど、あの下腹部にあのパンチを入れようとしているようにしか見えないっていう。チャイニーズさんを励ましていこう。アルミノくん、初めてユールモアで会った時から比べるとチャイヌーズ殿の目の輝きが違う。そう思わないかい？そうだね。でんでんさん、タロースか。そういえばバウスリーを追うためにユールモアの民も含め様々な地域の者たちで巨大タロースをこさえたそうだな。ユールモアの連中の顔など見たくなかったのでな。下から人が現れたと聞いてここの小屋に潜んでいたのだが、さてはそこで闇の戦士に協力したのもチャイヌズだな。その通りですね。カイシルさん、己の目的に対して何をすればいいのか。チャイヌズさんは入念な聞き込みと過去の経験からあの答えを導き出したんですね。多分あとは一定以上の脳みそがないと難しいよね。チャイヌズさん、レベル80クエスト、タロースを確保せよ。8号高校のチャイヌズは労働タロースの確保について考えがあるようだ。途中そうでしょ。さて労働タロースの確保だが、レンデン殿の言う通り一から生産しても間に合わん。ならば現在起動しているタロースを使えばいい。すなわちこの付近を徘徊している制御を失ったタロースを捕獲し再利用するのだ。なるほど。そのためにはある道具が必要になる。確かトップラングに残っていたはずなのだが、ひとまずついてきてくれ。お、チャイヌーさんの勢いがありますね。もうみんな黙ってついていくしかないよね、これは。いいですね。やっぱ国のリーダーともなるとこれくらいの勢いは必要だよね。これくらいでいいか。プランク。そうか、これらをね、そのまま使うってことね。確かに一番早いよね。一から作っとったら相当かかると思う。よいしょ。で？で？でんでんさん。自らの得意分野を武器に解決に導くか。さてしばらくは傍観者に徹させてもらうぞ。回収さん、再利用ってことはタロースを壊しちゃいけないんですよね。じゃあ落とし穴でも仕掛けてって穴を掘ってる間に襲われちゃうか。アルヒノ君、アムアレーンでは停止したタロースを修復したそうだが、今回は暴走状態にある個体を制御下に戻す必要がある。当然危険度はより高くなるだろうね。じゃあチャイヌズさん、ふふふ、私の記憶は確かだった。まだ残っていたぞ。ダイダロス社聖絶霊玉、絶霊玉、どっちだろう。絶霊はあっとると思うけど、玉か玉ですね。エーテル伝導率が低い絶霊体の粉末が詰まった玉でな。タロースが暴走していたとしてもこいつをぶつけられればエーテルの流れを断ち機能を停止させられるのだ。なるほど。それがあれば戦闘の必要もなく無傷のままタロースを捕獲できますね。ああ、捕獲が叶えばユーロモアまで向かうよう命令を与え直すだけだ。細かい調整はその後にじっくりやればいい。お前たちのような戦闘に長けた者がいつまでも手を貸してくれるわけではない。だからこそこの絶霊玉が活躍するのだ。これなら私のような戦闘を増えてとする者でもタロース捕獲に繰り出せる。
チャイヌズさん、まさか自分で絶霊玉をタロスに。ダメですよ、危険な役目に変わりはないんだ。だったら俺が。デンデン殿に課題を与えられたのは私だ。実行役を他人に任せて安全なところになどいられん。お前たちに頼みたいのはあくまで少しの支援のみ。もちろん怖いさ。こんな無茶、石橋を叩いてきた私の人生で初めての経験だからな。だが人々の先頭に立とうというのだ。後方から巨大タロスが立ち上がるのを見守っていた時とは状況が違うだろう。チャイヌズ殿、なんという1、全力で支援する。2、危なくなったらすぐ逃げて、まあ、とりあえず支援しよう。ああ、勇気こそ振り絞ったが命まで失うつもりはない。私が危険な目に遭わぬようどうか手を貸してくれ。頼みたいのはタロスに近づくタイミングの指示だ。望遠鏡を貸すので絶霊玉が届く距離まで周囲の魔物に気づかれず近づけるよう合図を送っとし。難しそう。よし、シャンメイ、指示は任せた。クイックウェイの見通しのいい場所に陣取ってくれ。どこっすか。これなんか失敗する予感がする。予感がするぞ。みんなにちょっと一回話聞いていい？海舟さん、自分でやるから意義があるか。そんな無茶ができるのもチャイヌズさんがユールモアをそれだけ思っているからこそなんだよな。チャイヌズ、よし、手の足の震えは止まらないし、ものすごく手に汗をかいているが、私は準備万端だ。お前さえよければいつでも行けるぞ。大丈夫かな、アルフィノ君。この場合誘導役は一人に絞るべきだろう。私は口をつぐむことにするので、チャイヌズ殿が危険な目に遭わぬよう頼んだよ。デンデンさん、面白い男だな。妙に自信がなさそうな態度を取ったかと思えば、己を危険にさらす策を実行する胆力を発揮するとは。なんかぶつけるんだったらどうなんだろうね。じゃあ行きますか。大丈夫かな。チャイヌズの誘導を開始します。タロスや周辺の魔物に気づかれないタイミングでチャイヌズに向けて R2 ボタン、丸ボタンで合図を送りましょう。今だって時だよね。気づかれないよう慎重に行こう。こちらを向いている時に近づくのは危険だな。今だ。お、背を向けたぞ。あれ？ R2 丸ボタン。あれ？押してたけどな、さっき。あれ？あ、この人に合わせなきゃいけないのか。そういうことね。はいはいはい。さっきからね、あのタロスにターゲット合ってたんだけど、そういうわけじゃなかった。今だ。これってひょっとして何個もやる？これ倒れるときに自分の上に倒れないか心配だよね。おお、成功だ。この調子で次のタロスも停止させるぞ。他の魔物もいるな。より気をつけていこう。今だ。あ、ちょ、他の魔物が見えないんだよな。いつでもある。今だ。
よし、うまくいっているぞ。あともう一体停止させれば、ひとまず必要な体数は確保できるだろう。よしよし。シャンメイのおかげでタロスに近づくタイミングもだいぶつかめてきた。この調子で最後のタロス捕獲に挑むぞ。最後は難しいんでしょ？難しいんでしょ？やったぞ。これだけタロスがあれば私の計画が実現できる。最後なんか操作してなかった気がするけど。2回でよかったのかな。創刊これはちょっと実力を見せた感じだね。すごいな。じゃあこの3体のタロスさんをね。いやでもなかなかすごい光景だな。こんにちは。よし、じゃあね、みんなに話聞いていこうか。回収さん、熟考を重ねた上で導き出された唯一の道、その道を進むために必要な危険も受け入れて、チャイヌズさんの覚悟はこの結果を生んだんだ。回収さんもなんか全部肯定してくれる。ねんねんさん、初対面の時彼に下した評価は完全に間違っていたようだな。まあでもおどおどしてたら完全に不審者に見えたかもね。アルヒノ君、チャイヌズ殿が怪我でもしたら救出に走ろうと身構えていたが、その必要もなく安心したよ。そうか、アルミノ君ヒーダーだもんね。チャイヌズさん、自分でも信じられないが、いやもちろん皆の力を借りての成果でもあるんだが、私がやったんだな。チャイヌズ、いやチャイヌズ殿、これまでの無礼をお詫びしたい。熟考を重ねて導き出した解決策、ダイダロス社の社長としての知識と経験、そして闇の戦士までもが力を貸すだけの人柄、あなたは孫をことなくユールモアの元首にふさわしい男だ。ありがとう。だが私はまだまだ臆病で弱腰な未熟者だ。だから私が元首としての務めを果たせるようレンデン殿の力を貸してほしい。慎んでお受けしよう。私が提示した問題に見事な回答を示したあなたに従わぬ理由などどこにもない。これらロード・タロースという新たな力を目にすれば、人々の中からあなたの政策に従う者も現れるだろう。熟考を重ねる元首と、それを補佐する厳格なる熟練官僚、ユールモアの新たな出発を導くに、これ以上ないほどふさわしい二人だと思わないかい？はい。それじゃあ、早いとこタロスをユールモアへ向かうよう調整しましょう。ドゥリア夫人が今か今かと、帰りを待っているはずです。そうなんだよ、この誰もがデュリア夫人に状況を説明してないんだよね。こっちもそのまま来ちゃったからさ、しない。ん、おお、かっこいい。よし、そのまま一列になってユールモアへ向かえ。
なんだこの音は。タロース、壊れたタロースが暴走してやがるのか。おい誰か、アンペイを呼んできてくれ。これそうだね、遠くから見たらそうだよね。市民の方はお下がりください。待って、あなた、もちろん帰ってくるに決まって。苦しい。あ、ワニュク、あらあら、まあまあ、どうしましょう。あ、やっぱり強いんだ。直してる直してる。ヒールしてる。ふう、助かった。よかったね、よかったね。ごめんなさい、あなた、帰ってきてくれたのが嬉しくて。いや、構わん。それよりも置き手紙だけでなく、しっかり言葉で伝えてから外出すべきだった。それじゃあ。うん、私は原種の座から逃れるためにユールモアを出て行ったわけではない。補佐官としてレンデン殿を迎えるために交渉に行っていたのだ。その助力を得られた今、ようやく私は胸を張って言える。私はユールモアの原種の役目を引き受けさせてもらうと。まあまあまあ、なんておめでたいのかしら。なんか少女漫画みたいな。あ、でもまたまた。いやー、骨が、骨は大丈夫か。あ、また倒れてる。また膝をついている。アルヒノ君。さあ、ユールモアの新たな門出だ。今はまだあれの手探りで進んでいくしかないだろう。しかし彼らならきっと自分たちで道を切り開くさ。カイシルさん、結局みんなの後をついて回るだけでしたけど、ユールモアや自分のことをたくさん考えられました。漠然としていた自分の気持ちも少し見えてきた気がします。よかったね、リュリアチャイさん、お強いですね。ああ、あなたもアルヒノちゃんもありがとうね。こんなに壮大な帰還になるなんて思ってもみなかったわ。それにやっぱり私の旦那様は最高よ。どんな難題を前にしたって必ず解決してしまうんだもの。おめでとうございます。とてもパワフルなシャイさん。まだ息が大丈夫かな。じゃあレンデンさん、なんとも苛烈な奥方だな。まあそれはさておき、おあつらい向きに身分や立場を問わず人が集まってきているようだ。
彼らに伝言役となってもらい、ユール前にいるすべての立場の者に集まってもらおう。チャイヌズ殿の就任挨拶を聞いてもらうためにな。なるほど、タロスを確保せよ。コンプリート。さすがにこの間は挨拶言葉は一緒だよね。デンデンさんだけ違うかな。立場に関わらず多くのユーロマミーを集め、元首の就任挨拶を行おう。シャイヌズ殿の息が整ったらな。じゃあチャイヌズさん、レベル80クエスト、ユーロモアの新たな誓い、ゲートタウンのチャイヌズは就任挨拶を行おうとしているようだ。オーケストリオンフは凶楽の痛みをね、もらいますね。受注。ふう、ようやく呼吸が整ってきたぞ。さて、元首として就任の挨拶をしなければならないな。全く胃の痛い案件が続くが、ユールモアの人々に私の思いを聞いてもらう大切な場だ。ここはしっかりやり遂げなければ。皆を集めるならそれなりの広さがいる。バウスリーが使っていた執務室を利用するとしよう。そういうことなら私は都市内の市民に声をかけて回ろう。ミステル族の君、カイシール君と言ったか。君には配線街やゲートタウンを回って就任演説についての声かけを頼みたいのだが、どうだね。ええ、任せてください。皆、協力に感謝する。私は執務室に全ての人々を通すよう軍の者に伝えてこよう。それから闇の戦士殿たちに同席を願いたい。クラウンリスト前の警備兵に声をかけて執務室まで来てくれ。というわけで、どうしようかな。今回ここまでにしておこうかな。あと中での様子だもんね。というわけで、今回はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。